クレッグ・カニンガムは、アイルランド・ゴールウェイ出身のプロサッカー選手。サッカーアイルランド共和国代表。カーディフシティ FC 所属。ポジションは DF。地元クラブでプレーを始め、2007年に、マンチェスターシティ FC のアカデミーに入団。2010年1月の FA カップス・カンソープ・ユナイテッド FC 戦で、トップチームデビュー。4月のバーミンガムシティ FC 戦で、 アディショナルタイムにアダム・ジョンソンとの交代で途中出場し、プレミアリーグデビュー。翌月のウエストハム・ユナイテッド FC 戦でも途中出場し2分プレーした。マンチェスター・シティでのプレミアリーグ出場記録は、これが最後になった。その後2度のレンタルを経て、2012年7月にブリストル・シティ FC に完全一席。2015年7月、トレーニング参加を経て、 プレストンノースエンド FC に加入。2018年6月13日、カーディフシティ FC と2021年夏までの契約を締結した。2019年8月、ブラックバンド・オーバーズ FC へレンタル移籍。ユース年代からアイルランド共和国代表に選出されていた。2010年2月、A 代表初招集。 ジョバンニトラパットーニ監督がブラジルとの親善試合に望むメンバーに選出したが出番はなかった。2010年5月のアルジェリア戦で初キャップ。ありがとうございます。